ピッチは絶好のコンディションです。フットボールファンの皆さん、こんばんは。ジョン・カビラです。解説はおなじみの中西哲夫さんをお招きしています。中西さん、よろしくお願いします。こんばんは、よろしくお願いします。エキシビションマッチをお送りいたします。これが本日の対戦カードです。それではスターティングメンバーをご紹介しましょう。ヒューエル、ロビー・キーン、ビドゥカ、エイリク・バッケ、ボウヤー、ダクール、ガリー・ケリー、ハート、ファーディナンド、ラデボ、マーティン、デュデク、ヒッピア、エムロス、バッベル、キャラガー、ジェラード、ハーマン、ベルマー、バーンビー、オーウェン、ヘスキー。さあ、いよいよキックオフです。スペースを埋めないと折り返す。フリーにさせてはいけない。中へ放り込む。5分経過。ボウヤー、ここで大きなセンタリング。ここで折り返す。決めることができない。ヘッドでつないで、ドリブル、オーウェン。ヒューエル、閉塞したフォーメーションを突き破るドリブル。中へ上げる。ベルマー、ヒューエル、折り返した。さあ、ここからどう攻める。ヘディングシュート、これはゴールキック。ゴールマウスに嫌われた。ヘスキー、ドリブルで上がる。ファーディナンド、走り込んできた。芝の香りもかぐわしい。ドリブル、オフサイドの網にはかからない。バッベル、抜かれた。ロビー・キーン、シュート、キーパー真正面。
つないで、これは危険だ、ジャンプ、ヒッピア、ガリー・ケリー、ふわっと上げる、頭でつないで、エムロス、ボールを外へ出す、危ない、おっと奪った、キューエル、これは気をつけないと、シュート、これはゴールキック、ここで前半終了。前半戦までの途中経過をお伝えします。得点は0対0。さあ中西さん、ここまでの試合内容を振り返ってどうでしょう。そうですね、攻撃ではもっと前線に溜めを作るようなプレーが欲しかったですね。はい、どうもありがとうございます。それでは後半戦に期待しましょう。さあ後半戦が始まります。ヘスキー、ロビー・キーン、主審ファールを取りました。センターバックがチームメイトにパスを入れます。ヘディング、ドゥデク、ドゥデカ、狙いすぎたようです。なかなかゴールを割れません。ヘッド、これはピンチ、さあここからどう攻める、ファーポスト、空中戦、これはファールです。キャラゴー、ヘディング、スーパーセーブ、スペースを埋めないと、中へ上げた、シュート、アンビリバボール、試合の均衡を破る1点が入りました。ただいまのシーン、もう一度振り返ってみましょう。ねじ込んだ、動き出しが素早いです。これはパスミス、ベルマー、これは危険だ、フリーにさせてはいけない、エイリクバック、取り損ねた、シュート、これはゴールキック、ベルマー、まるでボールを持った仮面舞踏会、さあここからどう攻める、
ちらがボールを支配するのか。シュート、シュート、これは決めて欲しかった。選手交代が行われるのでしょうか。ダクール、千葉の香りもかぐわしい。ドリブル、折り返す。さあどちらがボールを支配するのか。これは危ない。オフサイドにはならなかった。スローインです。キャラが類いまれなキープ力、素晴らしいボディバランスですね。放り込んできた。ジャンプ、シュート、キーパーに抑えられました。すでに試合時間は85分が経過しています。ベルマー、ここで折り返す。中へ上げる。さあここからどう攻める。折り返した。スローインです。ロビー・キーン、ヘッドで、ホイッスルが鳴りました。試合終了です。惨敗です。ゴールのなんと遠いことか。それではまず中西さんに試合について伺いましょう。はい、非常に見応えのある試合でした。なるほど、どうもありがとうございます。そろそろお別れの時間がやってまいりました。実況は私ジョン・カビラがお届けいたしました。本日の解説は中西哲夫さんを迎えてお送りしました。中西さん、ありがとうございました。どうもありがとうございました。それではサッカーを愛する皆さん、またお会いいたしましょう。さようなら。